先月6月18日、2023シーズンの YBC ルヴァンカップグループステージ最終戦が行われました。結果的には、前年度覇者のサンフレッチェ広島や、リーグ戦校長を維持しているビッセル神戸のグループステージ敗退はありましたが、横浜 F ・マリノス、名古屋グランパス、浦和レッズら、多くの J1 上位チームは、順当にプライムステージ進出チームを決めています。プライムステージの組み合わせも7月3日に決定していますが、 毎シーズン、ルヴァンカップはこのプライムステージ以降に盛り上がりを見せる印象があります。一方でグループステージに関しては、盛り上がりにかけ、大会のレギュレーションだけでなく、存在意義そのものに議論が及ぶこともしばしばです。そんなルヴァンカップですが、来シーズンはノックアウト方式への変更が決まっています。これまでのやり方を抜本的に見直す大きな転換ですが、過去と現状を眺めながら、来季以降のルヴァンカップを展望してみたいと思います。 現状のルヴァンカップの問題点をサポーター側。顧客視点で整理すると以下のようになります。1、わかりにくく、間延びし新鮮味にかけるグループステージ。今季のグループステージは A 組から E 組の5グループに分けられ、各グループ1位と2位のチームから3チーム。合計8チームがプライムステージに進むという、分かりにくいものでした。また、ホームアウェイ方式で試合数も多く、リーグ戦と同じ対戦カードを、 リーグの合間に行っていくため、間延びし新鮮味にかけていたことは否めません。2、数合わせで参加している J1 昇格最有力候補。今回は J1 の18クラブに J2 の清水エスパルス。ジュビロイワタが加わって、各グループ4チームとなる20チームの参加になっています。前シーズンの J2 広角クラブがルバンカップに出場するようになったのは、2018シーズンからですが、1年での J1 復帰が唯一にして最大のテーマであるはずの、 清水や岩田がカップ戦に参加していることに違和感を覚えずにはいられません。3カップ戦永遠のテーマリーグ戦優先の状況。今季に限ったことではありませんが、各クラブの最優先事項はリーグ戦です。そのため、過密日程となるミッドウィーク開催の場合、メンバーの大幅なターンオーバーなど、モチベーションや、勝利への欲求といった点で明らかに物足りない試合も参見されました。 大別して盛り上がらないグループステージ参加チームの問題、リーグ優先というカップ戦固有の問題という三つの課題を抱えるルバンカップですが、ここまでどんな変遷をたどってきたのでしょうか。ルバンカップは J リーグの開幕を翌年に控えた1992年に、その先駆けとなる J リーグのカップ戦として、山崎ナビスコカップの名称で始まります。大会方式は試行錯誤を重ね、 毎年何らかの変更が加えられてきました。今では考えられませんが、第1回大会は J リーグクラブが少なかったこともあり、10チームのリーグ戦方式であり、上位4チームが準決勝を戦っていました。1994年は完全にトーナメント戦のみ、1996年には再びグループステージ制。1999年から2001年にかけては再びトーナメント戦。 2002年以降は J1 チームのみによるグループステージプラス決勝トーナメント。2017年にはプレイオフステージが導入。2018年以降は J2 からも最大にチームがグループステージに組み込まれる現在の形となっています。現在のレギュレーションを見て分かりにくい J2 クラブの参加が疑問とは言っても、ベストではないがベターのやり方を毎年探り続け、結果として今の形になっていることは理解する必要があります。一見、 まか不思議な全面 J2 広角クラブの参加も、その前は各組のチーム数が奇数となり、お休みのクラブが発生することなど欠点があり、それを補うために改善された結果なのです。複雑に見えるレギュレーションにしても、以前あったプレイオフステージを廃止するなど、それなりに分かりやすくしてきたのです。まさに、あちらを立てればこちらが立たずで、変更を繰り返してきたルバンカップですが、 このような猫の目レギュレーションに終止符を打つべき大きな変更が2024シーズンから始まります。それは J1 から J3 まで全60クラブが参加するノックアウト方式導入です。グループステージが存在したのは入場料収入を増やしたいという、大人の事情もあったのでしょうが、ノックアウト方式に移行するということは、リーグ側とクラブ側で何らかのコンセンサスが得られたのでしょう。 また、謎の J2 クラブ参加もなくなり、一発勝負での違うカテゴリー同士の対戦は、天皇杯同様、通常のリーグ戦にはない価値も提供できます。そう考えると今後の問題は、天皇杯との差別化と、カップ戦固有の問題、各クラブの優先順位はリーグ戦という二つに集約されます。ただ、これは欧州など歴史の長い国でも解決していない問題であり、完全に解決できる妙案はありません。 過去物議を醸したベストメンバー規定が復権することもないでしょうし、いくら若手の登竜門と位置づけても結局は天皇杯との差別化ができず、ルヴァンカップは廃止して天皇杯だけでいいのではといった議論になっても、何ら不思議ではありません。結局、カップ戦を活性化するためには各クラブがリーグ戦同様勝ちに行かなければいけない状況を作れるかどうかにかかっているように思われます。 極論ですが、ルヴァンカップの戦績が何らかの形で、リーグ戦の勝ち点に影響するようなリーグ戦との紐付けを行うぐらいの、レギュレーション変更がないと、ノックアウト方式導入後も、顧客が望む勝利を目指したリアリスティックな戦いは見られないでしょう。どのようにしても矛盾は生まれますが、最優先のリーグ戦さえ、終春制への移行が検討され、過去には2シーズン制でやっていた時期もあったのですから、タブーを設けない議論を願いたいところです。 いずれにしても、2024シーズンのノックアウト方式導入後も、改革、改善は続いていくのでしょうね。ここまで変遷に変遷を重ねてきたルヴァンカップですが、当初から全く変わっていないことがあります。それは、山崎ビスケットなどの親会社山崎製パンのスポンサー協賛です。第1回の1992年大会から菓子メーカーの山崎ビスケットが特別協賛し、現在の名称は J リーグ YBC ルヴァンカップとなっているものの、 ギネス世界記録に、同一企業の協賛により最も長く開催されたプロサッカーの大会として認定されているのです。それだけに、やる気にかける J1 のリザーブチーム同士の試合の提供などではなく、サポーターの注目が集まることで、スポンサーメリットも最大になるような大会運営を願わずにはいられません。